Ross Rail。さあ来ました、今世紀最悪のキャラの組み合わせ、ラーストよーレオ。ラウンド1ファイト。まあ今の感じで言うとポイントは影物がプラスだからね、絶対どっちか当たるかな。お前それ見せびらかしたいだけじゃねえかその知識。ちなみにね、あれ二段の方がね短いんで、上段の方だけガードするとマイナス16あるんですよ。浮かしたことはもちろん俺もないです。でもわりかしよくある状況だよねあれ。特に多分ジャックとかだったらよくあると思う。そうクマとかよくある。影丸、アサルト多めに使って、逆にアサルト使うんだから。消える。圧倒的影丸の消え方。いいね、プラス7取れたね。お前だね。どっから。お前。影丸、あそこ、あれでいいよ。当たると使っていいよ。おお、一番安心できるチェンジ。でも全然何も生まれなかった。あれはあれ LK の方がいいよ。 KO ラウンド4ファイト。タワーうまい。キルそしたらね、ラティンですね、あれなんですよ、一生技振ってると思いきや本当に動いていけないときは実は動かないっていうね、手に技振ってるかと思いきや、励まれたときはどうなのか分かんないけど、技食らった後はね、比較的黙るんだけどね、自分の技から咲いたらね、自分のターンだと思ってるから、ここはね、逃がさない方がいいよ。14返そうぜ影丸ね。前もそんなことあった。影丸ね、ここはね無理しなくていいよ。無理しなくていいって言ったよね今、聞こえてねえけど。うわー、さばきはね、シャガペより早いからね、いいさばきだったね。かけまる勝ってみんなにね、笑われてますよ。よく頑張った。Get ready for the next battle. 多分光るんじゃないのこれ。はい、おめでとうございまーす。おめでとうございます。いや、ラティンが嫌いじゃないと、みんな影丸が好きなんですよ。さあ、長かった。俺は鉄拳はいけないからね、影丸に下げ越されることになりそうですね。まだまだ分かんないよ。こっからっすね。こっからですよ。これね、ちょっとしゃがみたいな、ああいうところ。
ここね、ここここだよ。これ行かなくていいよ。そうだね、ダメなんだよこういうのは。あ、悪くない、いいよ。やべえな今の。影丸、あれプラス相当あるぞ。今はね、少しね、緊張してます。残りね、6秒でね、何もできないはずなんで。いけ、もう影丸行っちゃっていいよ。下がる必要ない。さあ、今影丸、あそこはもっと一発のダメージ重いのやらかったのに。あれ、最大くさくないじゃん。瞬間的な最大風速出てるよ、今。結構時間使えてましたね。完璧だった、今。もう行かなくていいよ。もう影丸逃げていいよ。いいね。影丸ね、ここはちょっとね、行っていいかもしんないね。あー、当ててしまった。アサド使っていいよ。いいね、いいよ。あー、これあるよ。終わった。うわー、影丸、ここは気をつけた方がいいと思う。気をつけた方がいいと思うんです。しょうがない、しょうがない、しょうがない。いやあ、みんな、まあ終わってないよ。ああいうフォロー仕込んでるのは偉いよね。あれでも結構鉄板じゃないですか。嘘。え？ Get ready for the next batch。 なんでスカルの？Round two. Fight.
受けりまで行ってよかったね今。なるほど。今の魔説なら当たってた。打ち切っても意味ないからな。でも相手キャラの体格によるでしょ、クラッシュ。KO Round 4 Fight KO Final Round Fight ポイント変動ラッキーを掴み取りたいところですね、かけちゃん。勝ち下がってる。家庭用のチームのエンブレムなんか設定しませんか。設定しますか。鉄橋戦もさっき終わりました。今でも鉄橋に上がろうとしてますね。
ナーを大事にいきたい。俺もエンブレム設定してほしいと思って、あ、家庭用のチーム入ってくれてるんですね。あ、じゃあしますします、適当にします。今日反応いいね。落ち着いてるね。あ、バックダッシュに当たってるね。Get ready for the next battle. Round one. Fight.あれやりたいだろうね、一個差だから。ここら辺はラティン次第です。ラティン帰るんだ。そうなんだ。しょうがねえ。潜ってやれよ。確かに。遠いもんな。Challenge. Right up. Logs. Get ready for the next battle. Round one. 難しいよ。でもまああれだよね。例えばこいつの場合木砲中 LK からセットになってるから、そういうの読むならね。どこまで死にていくかと思ったら結構死にていってるとこ多いんですよ。あ、そう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 、エリクレアマジで当たったんだ。Yeah! Yeah! 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 Yeah
めっちゃ減るな。無限ステージを壁やり、壁やりのが好きっすね。全然相手キャラにもよりますけど、壁の方がいいですね。まあ鉄拳もトパンガリーグみたいなのやってほしいな。例えばそれ有料だっても皆さんいいんですか。いいんだ。意外にやっぱり見る人もいるんだな。まあ無料の方がいいでしょうね。キャラ変えてきた。もうやめさせた方がいいよ。ラティメンタルやばいからね。ちゃんと PV 作ってスポンサーつけてっていうのが有料で、まあそうですね、それなりに準備をしたらってことですよね。確かにスポンサーつけば、まあそうですね、意外と鉄拳って、そうなんです、意外と鉄拳って金減らない。まあね、今みたいなね、ちょっと失礼ですね、相手に対して。
なんか勝てない照れ隠しみたいな感じがするからね、これはね。あ、まあ、こういうのは最後落ちる瞬間だもんね、うん、これはね、ちょっと恥ずかしい。周りがね、大人だから怒んないだけで、これ結構失礼なことしてますよ。これは例えるなら、俺が古川に落とされそうになってフェンラースにした後にレオラースにするみたいな。まあ俺としてはどうしたのかなって感じになりますけど、まあこいつの場合はちょっとね、やってることがなんか二十歳にもなってるのにちょっとくだらないかなって思いますね。子供すぎかなと思いますけど。あー、やっぱ怒ってるとこれも食らっちゃうようになるのか。まあでも意外とストイックにこっちの方が勝てるかもと思ってやってるのかもしれないけど、まあかもしれないですけどね。裏顔はね、イタザンさんにやって遊びに来てよって言われてるんですけど、前回大雪が降ってしまってなくなりました。マスターカップ前に一回 やろうっておっしゃってたんですけど、まあもうこれはやめた方がいいんじゃないですかね、ラッキンが、うん、また次、うん、ライン上げてまた来りゃいいじゃん、うん、なんか本当に負けは照れ隠しにしか見えないから。あ、今すげえプレッシャーかけたな。ラウンド3ファイト。まあ影丸はね、これ一瞬で倒してね、まあ別に、ここは高めのか。まあ捨ててるかどうかは本人しか分かんないですからね。じゃあ来手だったべ、お前。割とガチで試合中キャラ替えする人もいますし。で今度は影丸と伸びの試合ですね。影丸はね、鉄球の手でね、嬉しがってますよ。まあよく頑張ると思いますね。まあ同じチームメイトしてね、嬉しい限りだと思うけど、昨日までね、影丸と俺とチャバさんで闘神カルテットを作ってたのに。何それ影丸がいつの間にか先を行ってました ね抜けがけしたね。いや、ガチも帰りますよ。10時50分ぐらいには遅くても帰らないといけないから。俺もマーブさんが見てる周りあるから気合い入れるんだけどな。あの、現地全然して結構プラスになって、現地はマジンっすね。影が早くちょっと早めに KO に上がったんで、ジャック6。 Get ready for the next battle。 Round 1 Fight。 KO。 Round 2 Fight。 KO。 Round 3 Fight。KO! You win! Lucky Box! まあ今なんかラティン誰か敵をしない様子がね、ダメっすね。